皆さんこんにちは、エイブル岡山商店北です。今日は表町にあるウェルネスハレルヤという物件にやってまいりました。イエイ。早速ね、まずは設備のご紹介からということで、こちらにありますのが飲みスペース、敷地内にあるんで遠くまで進んでいただきます。さあ、ウェルネスっていうのは世界保健機関が提示、国際的に提示した。これで僕は詐欺でも開けるしだいですね。じゃあ見ていただいたら入ります。ハレルヤっていうのはキリスト教の言葉で、はい、じゃあ早速お部屋の方を見ていこうと思います。ちょっとね、音声のみ込むっていうね感じです。あ、中はすごい綺麗ですね。これ見てください。これ入ってシューズボックスですね。しっかりしたやつがついてますよ。これしまっちゃおうかな。よいしょ。はい、じゃあ中入っていただいて、まずキッチンがありますね。これキッチン見てください。これすごい綺麗。システムキッチンで一体型のキッチンですね。コンロがもうついてます。二口もついてます。二口あって困ることそうないです。ね、収納もそうね、たくさん入ってます。意外とね、このすごい上上段の引き出しもね、これ結構手が届きやすい高さにあります。女性の方でも届くんじゃないかなと思います。電気もなんか明るいのがいっぱいついてますね。これでこちらに築26年だった物件になりますので、若干まあやっぱりあるんですよ。アコーディオンカーテンですね。うん、懐かしい、こういう感じですよね。まあでもおしゃれですよね。一周回って遊具は回るし、風呂もありまして、で結構広いよ。十分じゃないかなっていう感じの広さですね。広いんです。うん、なんかすごい落ち着く、収まりがいいというかね、ちょうどいいっていうか、ベストって感じですね。でこちら洗濯パンもついてます。洗濯機置き場もちゃんと室内に完備ですね。でお手洗いもこちらちゃんとウォシュレット、ウォームレットついてます。しっかりした新しめなお手洗いですね。棚も上についてるんで便利。普通の棚ちょっと高いです。ちょっとね、こちら見ていただいたら分かるように冷蔵庫置き場のスペースもねしっかりあるし、洗面台も独立してますし、多分もう言うことない感じですよね。結構築年数的にはめちゃめちゃ設備とかは新しいいいものがついてます。給湯器もこれついてるんでね。ちゃんとついてます。しっかりついてます。お湯の温度設定していただいたらその温度のお湯が出ます。めっちゃ便利です。一番気になるのはお部屋ですかね。お部屋これです。白っぽくて綺麗なお部屋ですね。広いしめっちゃ広い。何畳です。9畳ですね。9畳あればもう大変いけます。9畳あって困るってそんなにないです。でも白っぽいからすごい綺麗、おしゃれで、こちらね、収納もちゃんとあります、結構広々とした収納だと思いませんか。これね、ハンドラックもついてます。しっかりしてます。
扉は茶色。綺麗。収納。ここにもあるんで、同じぐらいのやつが2つあります。2つあったらね、十分です。いいですね。これ見てください、これ。プレミアモンですよ、これ。優先ですね、ついてます。使い方は謎です。後ろにも、隣には、インターホンですね。お客さんが来たら、はい、開けてあげてください。なんですね。優先のスピーカーも。使い方は謎です。でバルコニーがですね、すごい広いんですね。ちょっと実は雨で、外出たら足びっちゃびちゃになっちゃうんで、ちょっと出られないんですけど。物干し台もついてます。結構広いです。1階なんで、まあまあ見晴らしはいいです。広いです。エアコンもついてます。2012年生まだまだ若いエアコンです。ウェルネスハレルヤいかがでしたでしょうか。場所はすごい人気のエリア表町で、築年数はちょっと行ってるんで、その分やっぱり安いんですよね。でもその割には設備は新しいから全然不自由はないんじゃないかなというような物件です。めちゃめちゃおすすめです。広さもあって、お風呂と出会いも別ですし、独立洗面台もついてて、システムキッチンついてて、割といいんじゃないかと思います。この動画を見て分かりやすかった、参考になったという方はぜひ高評価とチャンネル登録お願いいたします。またお問い合わせ、物件のお問い合わせもバシバシお待ちしておりますので、ぜひぜひお問い合わせくださいませ。では以上、ブルー岡山頂点北でした。またね。